青コーナー長谷川拓也の入場です。青コーナー長谷川拓也選手の入場です。青コーナー楽楽順担当長谷川拓也。場内から白いテープが舞い飛んでいます。対する赤コーナー伊藤薫選手の入場です。こちらも紙テープが巻いております。リング上の紙テープが片付けられて両者ゴングを待ちます。レフリーから初注意を受けてラウンド1、さあゴングと同時に長谷川激しく両者の戦績なんですけれども、伊藤薫選手は今まで格闘技戦4勝3敗ということですね。でこの長谷川早紀江に、1回対戦したことがありまして1敗を喫しています。長谷川早紀江選手の方は3勝1敗でこの1敗はバット吉永選手に、1敗を喫しているということです。おっと早くもダウン、が違いますよね。リーチがね、この二人はね、背が違いますから、はい。長谷川の方がかなり背が大きいようですね。さあ激しい打ち合いです。さあ伊藤の左右のパンチ。長谷川も左のパンチで押しします。さあ足をかけて、さあここでブレイク、はい、ファイト。阿部さん、はい、この伊藤選手はバットと戦っているんですけど、かなりしぶとさを出してますね。そうですね、やっぱりスタミナでね、伊藤はだいぶ勝ってましたんでね。ちょっと伊藤はね、やっぱ試合やるごとに上手くなってますね。あ、そうですか。まあ、ちょっとね、やっぱりパンチ力とかキープ、もう一つこうパワーっていうのはあんまり感じられないんですけど、やっぱり出し方とかね、そういうやり方はだいぶこう上手くなってますよね。切ればいいですよね。やっぱりそういうことで進歩してるって感じですね。なるほど、はい、長谷川の方は体格はかなり、新人の中では大きい方ですよね。そうですね。ただその体をね、まだ生かしきれてないっていうようなところが多いですね。なるほど、自分自身でも試合前の話ではパンチ力が少ないので、あ、キックを中心に行きたいなんていう話もしてます、ね。うん、そうですね。まあ、長谷川の一敗はね、はい、右足ですか、捻挫してる時にやってですね。で、バットに足をローキックで攻められまして、それでまあ負けたという感じでしたからね。なるほど、今日も右足の方にはサポーターしてますね。そうですね。でもあの時は相当捻挫してすぐ次の日ぐらいだったんですよね。ああ、そうなんですか。ですからあれが治ってからですね、まあ、だいぶいいもの出してると思うんですけどね。長谷川。さあここでブレイク、リングの中央に戻って、さあ左右のパンチ、手数はかなり出てるんじゃないですか両者。そうですね、まだ1ラウンドですからね、ちょっと気をしゆのところもありますけどね。さあここで1ラウンド終了、ポイントはどうですか。まあ10対10ですね。10対10、はい、まだ両者負けということですが、
はい、2回目よく相手を見る。両者の蹴りはどうですか。アサさん蹴りはかなり、あの長谷川って空手やったんですか。うん、空手やった。あの前蹴り、前蹴りっていうの、はい、前出しの蹴りはこっちの方があのやっぱりだあの打点というか高いし、結構糸の脇腹に入ってて、なるほど、あのバット戦で見たようなロー蹴りがない。そこら辺に注目していきましょう。ラウンド2。さあ蹴りから入って、伊藤の左右のパンチから蹴り、さあすごい打ち合いです。さあここで投げり、長谷川が首を足で、ここでブレイクです。矢川さん、はい、最近伊藤っていうのはこの格闘技戦が多いですよね。そうですね。でも彼女って意外と格闘技戦ですごくいい味出してるんでね、ええ、私練習ぶりとかね、プロレスを見てる限りでは、ええ、まあ、なんていうんですか、性格がうまく表せないでいたからプロレスではね、ええ、だから格闘技戦によってね、こうなんか養われてるような気がしてね、すごく面白いなと思って見てるんですけどね。マラソンの時にもかなりいい根性を見せてましたよ。そうなんですよ。一緒に僕も走ったんですけどね、自分のペースを守りながら、どんどん順位を上げていって。そうなんですよね、自分自身には強い子なんでね、個人で自分でこう黙々とマイペースでやっていくタイプなんですよ、なんでもね。さあリーチの差があるというこの伊藤と長谷川の試合ですが、さあ肘で長谷川の顔面を、おっと足で顔を蹴りましたね今。さあ前を見ながらローキック、かなり伊藤は蹴りを多く出してますね。そうですね。でも多分ね、投げがね、入りましたよね。1ラウンドは全然なかったんですけど、やっぱり柔道出身ですからね、伊藤の投げが入るというのは自分の徐々にリズムを掴んでるんじゃないかなという感じですね。また投げですね。さあ倒してから足でかなり顔面を蹴ってますね。さあ後ろからブレイクじゃないですかあれ。さあここでブレイク、いい根性してますよね。ああいうところに、あそこで攻められるというのはやはり根性が出てるんですかね。いや、ああいうところでやるところが本当は離れなきゃいけないから、でも自分の感情が盛り上がってるから殴っちゃうんじゃないですか。なるほど。さあ後ろへ、さあ長谷川も倒れながらも伊藤の頭にパンチを繰り出しています。さあ右の蹴りを、そしてまた投げですね。さあ蹴りを、さあ第2ラウンド終了。第2ラウンドのポイントはどうですか。そうですね、難しいところですが、伊藤が10対9でややリードですか。伊藤のややリード、はい、構成点でね。第2ラウンドはかなり投げが見られた。そうですね、まあ投げダメージというほどじゃないんですけどね、やっぱまあ自分のリズム掴んでね、その後攻めてましたからね。なるほど。飛鳥さん、はい、やっぱり投げられてからの、あのブレイク前の攻撃っていうのは怖いものですかね。そうですね、格闘技やったことないかちょっとわからないんですけど、でもまあ個人的には投げてから の, あの蹴り殴りは好きですね。やっぱああしなきゃ勝てないんですよ。で逆に長谷川の場合はあのやっぱりこう構えてる時にこうやっぱり手が少し下に下がってますよね。あ、なるほど。だからもっと顔ガードしながらもっと間合いを測っていかないと、リーチを生かせてないという、ね、そうですね、さあ第3ラウンドです。ラウンド3。さあいきなり前蹴りを飛ばした長谷川、さあ押さえつけて上からパンチを井上の後頭部に繰り出しています。さあここでまたブレイク、リングの中央へ戻って、
さあ伊藤がまた投げを打とうとしています。しかし逆にここは長谷川が足をかけて倒しましたね。よしプレイ。このラウンドはあまり打ち合わずに投げの応酬という形ですが、おっと右ストレート今、さあ伊藤の投げ、すぐに立ち上がって長谷川も、足をかけて長谷川を倒して、よし、プレイ。はい、長谷川、はい、さあ両者蹴りから入って、どうなんですか、少し疲れてきたんですかね。そうですね、まあ、3ラウンドに入ってますからね、疲れてきてるとは思いますけどね、まあ、伊藤は確かにスタミナありますからね。長谷川はどうなんですか。ない方ではないんですよ、体大きい割にはマラソンも早いですしね、ない方ではないと思うんですけど、伊藤が波外れたスタミナの持ち主ですからね、打たれ強いという点でもかなり強いものがありますね。それはありますね。バットとの試合でもかなり蹴られてましたけどね。顔には出ないですね、まずは疲れとか痛みとかは顔に出さないですね。それはやはりこう格闘技をやる上では必要なことなんですか。必要だと思いますよ。左のパンチが今クリーンヒットしました。さあ、さあローキックを伊藤が飛ばしています。さあここでまた伊藤が投げます。伊藤の伊藤さっきから投げよう投げようとしてますね。そうですね、まあ、自分の得意技ですからね、柔道技の投げ技はね、だからそこから攻撃しようと思ってるんだと思いますけどね。投げというのはこの格闘技戦では有効なんですか。投げ自体には入らないんじゃないでしょうかね、やっぱパンチとか蹴りの数じゃないですか。どうですかね阿部さん、私よくわかんないですけど、まあ、構成点という見方をすればね、やっぱ投げも一種の技ですからね。さあ3ラウンドが終了して、得点の方はどうですか。このラウンドは10対10ですか。10対10、まあ、その投げは難しいんですけどね、ポイントの数え方としてね。なるほど。今のラウンドはでも両者疲れてる、ね、そうですね、まあ、伊藤が押してたんですけどね、まあ、ちょっと長谷川の手数が少なすぎるなっていうところありますよね。なるほど、さあ4ラウンドでは長谷川の逆転が見られるかどうか、手数をどの程度出すかどうかに注目してみたいと思います。長谷川下に潜っちゃいますからね、自分の身長を消しちゃってますでしょ、大きく見えないですもんね。頭下げちゃったら攻撃はできないですからね、もうちょっと顔上げるようにしないとね。でも伊藤がね、投げを自分の得意技をね、有効につなげていくようにしてるんですから、長谷川もっと蹴りをね、自分のこう、なんていうのかな、攻めに有効に使っていかないと。なるほど、試合は4ラウンドに入っていますが、さあ激しい打ち合い、さあ長谷川もパンチを繰り出しています。どうですかこのパンチは、阿部さん、長谷川のパンチは。もう一つですね、もうちょっと前に出ながら連打ですよね。なるほど、伊藤の投げ、こう伊藤に組みつかれるとね、ああいうふうに投げを食らうんで。あ、なるほど、やはり前蹴り、ま、さっきから有効ですからね、前を取りながら、蹴りを飛ばしていくというんですね。そうですね。さあ伊藤の蹴り、さあ両者疲れたといった感じですが、さあブレイクで中央に戻って、さあ伊藤の右、また投げですね。さあ伊藤が投げて、さあ押さえつけての上からのパンチ、こ
この前の格闘技戦のね、あの唯一なんていうのかな、こうルール以外の部分で無差別でしょ、体重とかね、身長とか、そういう部分でね、身長が高いんですからね、やっぱりさっきジャガーさんが言ったように足が下に向いちゃったら伊藤のこう至近距離になっちゃうわけじゃないですか。頭もね、捕まりやすいしですしね、うん、さあ押さえつけての右の蹴り、さあ長谷川も膝蹴りを浴びせる、さあまたここで井上が投げに入ってます。伊藤でした。さあ首を押さえてのまた投げに入っています。綺麗な投げです。さあまた押さえつけて伊藤が顔面にパンチを、さあこれはブレイクです。さあ右のパンチ、右のアッパー、右のアッパーから投げ、長谷川の手数少ないですね。やっぱり伊藤のねスタミナがこの辺でこう差がついてきたってことですよね。頭を投げですか。さあブレイクで中央に戻します。さあ前蹴りを飛ばして、長谷川としては一気に出たいところですけどもね、長谷川ねちょっと投げた後の工夫が足りないですね。さあここで4ラウンド終了しました。このラウンドは、10対9で伊藤ですね。はい、やはり手数が少なかったですね。そうですね、圧倒的に伊藤に攻め込まれてましたからね。そうですね、間合いを取れなかったといった感じですが、さあ全ラウンドが終了しまして判定を待ちます。ただいまの試合レフェリーの判定とさせていただきます。赤コーナー伊藤薫選手の勝ちです。さあ赤コーナーの伊藤薫選手の勝利が決定いたしました。伊藤薫選手1回戦突破ということですね。そうですね、はい、2回戦の相手はどなたなんですか。ご存じないということなんです。伊藤薫選手40点、長谷川幸恵選手36点でした。